専務、どうしましょう。考えうる中で最悪の処罰を与えろ。あら、今度こそ懲戒免職。いや船木君、上司として君にも責任を取ってもらうからね。はい、確保しております。社長、そういうことでよろしいですね。ああ、君たちさっきからね、日米関係がどうだとかこうだとか、あるいは責任があるとかないとか、そんなことをしゃべくっていたようだけどね、どうして君たち無事に浜崎君が帰ってきたのを喜んでやれないのか。 That's right! やったー。君は黙っていなさい。はいはいはい。例えばね、浜崎君がどんな人間であったとしても、我が社の仲間の一人に違いないんだから。ねね、いや、君たちの態度を見とるとね、重役としての資質を疑いたくなるんだよ。例えば原口君、君はうちの会社をどういう会社にしたいんだ。あ、それは要するに株主の皆さんに喜ばれるような会社ということは、コンプライアンスをプライオリティとした。いや、私はね、社員のみんなが自分の息子や娘をこの会社に入れたいと思う会社にしたいんだよ。そうでした。創業以来その精神が我が社を支えてきたんです。浜崎君。はい。よく帰ってきてくれたね。あ、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。社長、どうもありがとうございます。ちょっと、ハワイ帰りのもんだ。私はね、もうこれ以上かばいきれんよ。社長、ありがとうございます。息子はぜひ我が鈴木建設に入社させたいと思います。うん。で、いくつになるの。いや、まだおりませんが、これから作るつもりで頑張ります。しかしね、このまま放置するということは示しがつかなくなるんですよ。どう処分するかということは君たちでよく考えてやってくれる。かしこまりました。私ね、ちょっと食事会があるんで失礼する。じゃあ、韓国ちょこっとつかない処分は現金まではいかないでしょ、ね、それじゃあ懲罰委員会これで閉会します。どうもありがとうございました。何でやったの。あれ、こんなことで時間かかってたんでしょうがないわ。もう